運転士の人手不足などを背景に先月から全便運休している坊ちゃん列車。松山市は運行再開に向けた支援の在り方について議論を行う協議会を立ち上げ、来週初めての会合が開かれることが決まりました。坊ちゃん列車をめぐっては松山の観光コンテンツの一つとして親しまれてきましたが、運転士不足などを背景に伊予鉄道が先月から全便運休しています。こうした中、市では運行再開に向けた支援の在り方について観光や経済団体などからさまざまな意見を聞こうと坊ちゃん列車を考える会を立ち上げ、週明け18日に会合を開くことを決めました。メンバーは市や伊予鉄道のほか、商工会議所や道後温泉旅館協同組合などから9人が参加する予定で、会合は非公開で行われます。市では運転士不足や赤字の状況など坊ちゃん列車が抱える課題についてメンバーで共有しながら、どういう支援が必要か意見交換の場にしたいとしています。